ミルクラチャンネル始まるよー。もう一回やっとく？もう一回やっとく。ミルクラチャンネル始まりました。始まりまして、リャオスです。はい、レイヤンでーす。私、この度、内藤秀美、通称ギャオス。この度ですね、ミルクラという、サイクルウェアブランドを作ることになりました。はい、はい、はい。スタートします。このタイミングで、YouTube チャンネルを作ることになりました。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ネアにもお手伝いしてもらいながら、はい、パーソナリティです。はい、パーソナリティ2人で、はい、チャンネルを盛り上げていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、今日は第1回目ということで、ね、自己紹介をね、しようと思います。はい、また私は二人の関係ね。で、私は後輩なんよ。そう、別に親族ではない。ねえやねえやんって言ってるけど、別に親族ではないし、全然赤の他人やし。そうそう、なんかよく養子にしてるって言われるけど、そうそうそう。同じ職場で、先輩なのね。はい、で、私後輩だったんですよ。そう。付き合えてるともう10年くらい。20年以上。まあ、いわゆるそのプロダクションみたいな事務所にまあ入ってて、9月入ったのは2011年に入りました。まあ、とりあえず関係ではまあ先輩後輩ですよっていうことね。そうです。そうそうそう。うん、で、自転車歴で言うと、自転車歴、まるっと5年ぐらいです。で、ねえやんが？私が、ロードバイク2011年から始めて、17年から、休んでます。4年乗ってません。4年乗ってないのを含めて、丸10年ぐらいの自転車歴ね。そうね。そうそうそう。その間にね、そうそうそう、サングラスがこんな大きくなってるの。流行り？もうそれ、流行りについていけてないですよね、もう。まあ、もともとでもだから、自転車を私始めるきっかけになったのが、ネイヤーなんですよね。そうそう、もともとねえやんは、そういう活動みたいなのをしていて、うん、あ、そう、仕事関係で自転車を始めて、で、どんどんハマっていって、でもなんか女子がすごい少なかったから、うん、で、同じやっぱり事務所内に自転車乗り欲しいし、うん、なんか女子で走るって楽しいし、うんうん、だからちょっと誘ってみたら、自転車買った。そうそうそう、すぐ買った。すぐポイって買った。すぐ乗せられたね。そう、もともと自転車をずっとやってて、うん、そういう活動もされてて、まあ、レースも走ったりとか、鈴鹿走ったりとか、なんか、だから、もともとすごいガツガツ、男子みたいに走る人に誘われて、私は、最初、走ったのが、今も覚えてるわ、2014年の11月11日、ポッキーの日。あ、ポッキーの日よ。そうそうそう、そうそう。あのね、ミニベロを、ちょっといじったやつ、ミニベロを、消去したね。こう、ドロップハンドをつけて、つけてる、カスタムっぽくしてる自転車を借りて、うん、これはロードバイクやでって言われて、これはロードバイクですよって言われて、で、ガチのロードバイク乗ってきて、もちろん。で、先輩もう一人いたんですけど、3人で、往復約50キロのサイクリングをしたんですよね。私全く、今これまでスポーツ経験も何にもない、器用な私を連れて、ロードバイクですって、これはって騙されて。いや、でもさ、自転車乗れるやん。自転車乗れるし、川沿いやし。10キロぐらい別に、ってなるやん。運動経験のない、ママチャリしか用で乗ったことない女子を、ドロップハンドルのね、スポーツバイク乗せて50キロ走らせるってどうよ、これ。あるある。でもまあ、トータル楽しかったん、結局。うん、まあ、3人でわちゃわちゃ言いながら、もうお尻痛かったけど、辛かったけど、走り切った、解放感？頑張った感じ、ね、達成感と、普段出ないスピードで走るスピード感と、で、誰かと一緒に、楽しいサイクリングするっていう、楽しかったよね。ね、自然の中っていうのがまた、ね、うん、よかったよね。うん、なぜかそれきっかけで、あっちも自転車買おうわってなって。よかった、あれで。そう、なったんですよ。ほんで、自転車買ったのが、半年後の、まあ、春ぐらいか。2015年の春に納車。うん、そこから私のサイクリング生活がスタートしたんですけど、まあもう思い出って言ったら、もうねえやんとの思い出しかないけど、うん、まあもう散々やん。でも多分みんな分かったと思うけど、まあ散々やん。納車の日、納車ってどうすんのみんな。みんなどうしてはるんかな。
近場で。私、奈良県に住んでて、うんうん、買ったのは大阪のまあワイドロードって店なんですけど、うん、買いました。今もこの5年乗ってるサイクリング生活で、この5年の経歴を考えると、普通は、車で取りに行くよね。なんで取りに行けへんかったんですか？でもなんかね、なんかさ、確か、納車やで、どうやって取りに行くの？自走で行けるよ、みたいなことを軽々しく言ったのか。軽々しくは言ってないで。ほんま？ついて行ってあげるよ、自走やったらっていう話。ああ、ほら、自転車で帰れるんですね。うん、で最初に行ったサイクリングが50キロ。あ、そうそうそう、50キロで。それより短い。と思うしってね。そうそうそう。過去山あるけど、みたいな。そう。そうそうそう、そう。一応初日の50キロ考えたら30キロいけるか。で、昼過ぎぐらいにお店着いて、うん、山越えるなんて想像してなくて。でも普通にさ、車でさ、来たりしてたら、うん、電車とかでも山越えてきてるやんか。奈良から大阪って。もう全然、ね、自転車の丸、なんか、ルートとか知識ない人からしたら、もうあの、Google マップってもうみんな平地やん。平地。もう直線何キロみたいな考え方しかしてなかったし、うん、だからその日も電車で乗って行ってるから、山越えてる感覚全くなくて。でもだからこそ、な、帰ってくれたよ。行くしかないしね。そう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 。で、実際納車して帰ったはいいけど、もう山登らなあかんやん。うん、で、最初に登った山形が、私のもう、何？もう、アナザースカイよ。何をアナザースカイよ。そう、清滝峠に登りましたよ。最初の峠をね。今ですら、あの峠さ、2キロぐらいやん。短いか。2キロぐらいで、まあ、20分もあれば登れるよ。うんうん、ほぼ1時間かかったよ、確かあれ。かかったっけ？かかったよ、かかった。フラペやで、フラペでさ、普通服着てさ、もう知らん女子。リュック背負って。そう、リュック、そうですよ、リュックで。リュック背負って。一時間かけて登ってね、ほぼ多分50分くらいかかってると思う。で、もう上でさ、もうマジで無理です。って降りました。休憩します。ヘルメット脱ぎます。帰るかな？でもあと下だけやから行けるかとか言って。ぜーはぜーは言いながらヘルメット被り直したらもう逆やん。前と後ろ。前と後ろ逆のヘルメット被り。もう何も考えれない状態よ。まあ、それがのおしゃべりでしょ。そうやな。で、からの初めてのグループライド行きましょう。自宅から吉野まで。100キロ。すげえ。普通の人はさ、そんなコースアテンドしない、ね。もうでも普通じゃないよ。今考えれば楽しかったけど、つないけど。もうあんまり覚えてないわ。だからどうやって行って帰ってきたかも。ただただ本当にもうおケツを。追っかけ回す、必死に。もう、ただただ帰りは、あと何キロですか？あと何キロですか？そうそう。もうだからその日も私、で、ジャージの着方も知らないときよね。初めての。何着たっけな？ T シャツ？でもそう、多分 T シャツに、多分サイクルパンツを教えてもらって履いててん。で、その日、下に、はい、私ティーバッグ入ってたのね。そう。はあ、で、パンツ、サイクリングウェアのあのサイクルジャージを直接履くっていう、ルールも知らない時だったから、2バック履いてたのね。2バック履いた状態で100キロ走ってみ、どうなるか分かるやろ。男子分からへんか。男子。いや、やってみて、想像してみてほしい。もう無理やから、ほんまに。あの、ちぎれる。いろんなところが。いろんなところがちぎれるのね。もう最後の方とかも多分体力とかで体力を失ってるやんか。で、また暗いやんか。もう無理やん。脱ぎ捨てて帰るしかない。もう山の中に脱ぎ捨てて帰ったよね。山のちゃんのトイレの。トイレの。ゴミ箱にちゃんとすぐ。もう無理、ちぎれます、無理です。って言って、脱ぎ捨てて帰ったよね。そう。言うよ。山登ってる最中、もうちょっとやで、って言う、ゆくある、あの、もうちょっと、もうすぐ着くよ、それは。その感覚の違いじゃないかな、これ。もう感覚の違いよ。今ならわかる、すごく。今ならわかんないけどな。その時わからへん。みんなだってそれぐらいもうすぐかなって思うよ。うん。うん。まあでも私その時多分ほんまに眠れたよね。楽しかったよね。楽しかったからまたほんで次の約束もするやん。すごい刺激やったよ。ああ、刺激的やった、すごい。すごい刺激的やった。そうやな。で、からのほんでまたソニーとかも覚えてるよ、私よく。そう。私3人で行ったんですよ。そう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 、そう。あれも結局、帰りすっごい暗くなって。いつも暗くなるな、でも。帰りいつも暗くなるな。
ほんで、結局、ほんまに真っ暗闇の中、峠を登って帰らないとあかんって状況になって、無理すぎて、もう私が多分、足なさすぎて。山だけやから。山だけ。でも、山さえ登ればなんとかたどり着くってかいう状況の時に、もう、じゃあ、ずるい、今考えたらずるいよね。で、あの時、島野の地位に今生えててん。うん。なあそんなのクソカルホイールね。クソカルホイール。で、片や私、手つけたままやん。もう知らんから、ね、そう。知らんしな。ホイール。でも、もう、どうやって、何か登らせて帰らなあかんから、交換してもらったんですよね。交換しなと思って。交換してん。どうかなと思って。そう。だから、そんだけ変わるってことやん。そう。あ、足回るこのホイールやったらってなったもんね。うん、でか、お買い上げーって。なったよ。マジ営業上だそう。そこから、自転車をカスタムしていく楽しさを覚え、うん。うん。そうね。そう、機材さえ揃えば、まあ、ある程度、人って走ることができるようになるんやなってことを覚え、うん、みたいな。そう、お金があれば、ね。あればなんとかなるけど。みたいなそう。そういう思い出を踏まえて、今に至るよね。うん、そうね。経歴を深く喋っていくと、深掘りしていくと、そこからいろいろあり。そう、きりないね。ちょっときりないから、まあ、詳しいこと、また別の機会で、年表とか作って。そうですね。その当時から私は、ウェアをね、うん、ずっと、思ってたことがあったんですよ。いや、それはもうみんな思ってる。みんな思ってる、ね。女子は思ってる。え、ねえ、初めて時代なんつったら、ほんまに可愛いウェアだから。全然ない。ほんとにない。もう。そう。ないよ。ないでしょ。ない。ほんまにない。何着ていいかマジでわからんで、うん、やっぱりそのねえみたいにさ、ウェアのビューがさ、1枚で履くみたいな、めっちゃ抵抗あったのね。ある、あ、私もあったし。うん。逆に私そんな、何レースの日とか、じゃなかったら、パンツ履いてる。履いてる？全然履いてる。普通の一般人が、やっぱロードレーサー、サイクリストって見ると、やっぱりピチピチのウェア着てみたいな、あるので、やっぱ抵抗がすごい、すごいんだよね。あるやろな。男の人からの見る目もあるし。そう、お尻が出るでは見られへん分、気になるからね。そう。で、その当時からさ、何着たらいいか分からん。何を着たらいいか分からへん。で、探してもないし、可愛いの。ないからもう結局、ランニングウェア。そう。てるけど、なんていうか、もう、可愛いウェアを作りたかったね、私。うん。前から。そう。とんでもないからね。で、ちょっと念願の作れることになったんですよ。次の配信では、詳しくね、紹介をしていこうとは思うんですけど、うん、まあ、なんせか、作れることになりまして、まあ、コンセプトとしては、だから初心者、女子が、可愛く自転車乗れるスタイルで、そうよ、やっぱり、何ジャージ着るもの可愛くなかったら、まあ、そう。今そんなインスタとかみんなやってるんでしょ、うん、やってる。言い方よ。映え写真とかほら。そうよ、撮りたい。自分のことも大事やん。大事。そうやねんな。そこ。そう。だからそういうさ、あれ、なんていうの、うん、まあ私の別にウェアだけじゃなくてもいいし、こういう着方いいよね、うん、みたいなファッション的なところを動画で上げてたりとか、で、チャレンジ系のやつは結構あるから、うん、もうちょっと私、ゆるくやりたくて。ゆるくやってください。ピクニック行くねんとかな。うん。そう。じゃ、ピクリングよ。サイクリング。ピクリングって、ね。そう、ピクリング。ピクニックかけるサイクリングで、ピクリング。そういう言葉あるんや。ない、ああ、作った。だから、ゆるっと、うん、普段着で、ゆるっと、自転車の持って、ネクストお弁当持って、うん、ピクニック行こうよ、みたいな、とかをあげたりとか、ロードバイク女子ってやっぱ少ないやん。そうね、まだまだ少ないね。そういうなんか女子がどうしてるんやろって思うようなとことかをちょっと深掘りして上げていきたい。例えばそのレディースデーの時の話とか、ね、どうしてんのみんなみたいな。どうね、うん、つけてんの？つけてんの？どれだからどれを使えば快適なのとかいう検証動画とか。そう、うん、検証動画。検証は体張るよ。体張る。これ使ってみました。これ使ってみました。そういうことね。そう、これ使ってみました。使用感とか。ああ、そうやね。うん。やりたくて。いいね。どれだけ擦り切れてましたみたいな。まあ、女子やと、やっぱメイクして乗るやん。あ、メイクほんまに大事。うん。うん、そういうのとかは、おすすめの私方法があるから。私もあるで、おすすめの方法。あ、でも普段に出し合おうよ。うん。
まあ、ええよ。最後、だから、あの、ゼロンゼロに汗かくときは、俺たちこれ使ってるってアイテムがあるんですよ。ああ、紹介してください。使ってるアイテムね。うん、ああ。うん、私、やり方やから。やり方ね。雨降っても大丈夫か。マジほんまに雨の日の。雨の日のレースとかさ、仕事でも出てるから、やっぱ落としたくないから。うん。雨の日の。雨の日のレースメイクするんすね。え、するやろ。知らんかった。さすが。する。プロは違うね。そう。だからそういうのとか。全然する。そういうのとか上げていきたい。そうやね。ピクリングとか、女子のこういう時どうするのとか、なんかやったら聞く声。ありますだと。でもだから乗らない間に太ったんでしょ？え、うん、そうやで。何キロぞ、言って。何キロぞ？え、8キロ太ってたんかな？あ、やばいね、それは。あ、やばい。それだいぶやばい。だから5キロ、あの、自転車で痩せます。はい。あと5キロ自転車で痩せます。はい、ダイエット企画で。でも長めにほら、な、痩せていこう。その急に痩せたら、やっぱり女子の体ってあかんと思うんやんか。1年単位とかで5キロやら痩せた方がいいんですか？まあ、でも実際さ、自転車ってさ、痩せるやん。自転車って痩せるでしょ、乗ってたら。痩せるわ、あの。記録つけていこう。てか、だからあれやりましょう。サイコンとか見てたらカロリー出るじゃないですか。出る出る。で、走った分カロリーしか食べたらあかんよ、みたいな。あ、それいいよ、いいよ、全然いいよ。で、今日は、あの、800キロカロリーしか持ってないから、もう800カロリー分。だけしか食べてダメですよ。ねえのダイエット企画とか。そうね。なんかそういう、なんか、まあ、面白楽しい企画をやっていきたいな。緩く、どうやったら痩せれるかとかな。うん。じゃあ、効率のいい痩せ方ね。こっちが聞きたいわ。こうやっていきたいと思います。そうね。そうそうそう。そういう緩いチャンネルにしていきたいと思います。もう、こんなもんでいい？チャンネルの紹介は。そうね。うん。はい。ということで、今日はこの辺で。はい。だから、ウェアの、紹介。ちょっと紹介をしていきたいと思いますので。はい、見てもらったら。このチャンネルが、はい。閉めないと。このチャンネルを、気に入った、面白いなって思った人は、いいねボタン、高評価、え